みん、みん、あやみんぱい、こんにちは、福山あやみです。今日は美容室でヘアメイクをしてもらおうと思います。今美容室に来てるんですけど、私行きつけの優子サロンっていうお店で、ちょっとね、今日はそこでやってる様子をみんなに見せようかなと思います。優子先生、お願いします。ありがとうございます。あ、いえいえ、お願いします。はい、じゃあ今日は、まあ、何種類かこのぐらいの髪の長さでできるヘアアレンジをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ママ白いの着とった方がいい。ママって言ったママ、ちょっと分かりにくかったので、先生が分かりやすい服に着替えてくるみたいです。あ、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあまず1回目やっていきます。はい、まず毛先だけ、はい、ちょっと巻いていきます。結構この美容室は一日どのくらいのお客さんが来るんですか？え、この美容室ですか？うん、1年に2人ぐらいです。そのうちの1人のお客さん。あ、1人。はい、服飾でやってる感じですか？いえ、これだけです。あ、これ、はい、あ、これだけで、ね、やりっくり、まずちょっとこんな感じで1個ね、はい、ここだけ取って三角で、うん、で、ここくるりんぱします。真ん中に穴を開けて前から押し込む、うん、ね、このくるりんぱ、うん、バッて、ここから少し前に引っ張ります。輪ゴム使ってます。左右のバランスを見て、まあ、簡単にできる、これクルリンパーで、こことここだね、うん、で、もしあったらちょっと可愛すぎるかな。あ、でもこういうガーリーな感じ、うん、片方にカッチン、うん、ここのサロンはこういうアクセサリーまでつけてくれるので、すごく便利です。便利というか、すごくいいですね。こういうのが好きなんですか？うん、ちょっと少しフワちゃんイメージね、ポップな感じ、うん、まあこんな感じかな、うん、まあ、こんな感じです。1個目終わり、うん、せっかくなのでこれを活かして何個もくるりんぱしますね。くるりんぱって結構簡単なアレンジなんですか？簡単だし可愛い。くるりんぱをしたところの下の段をくるりんぱのこれももう一緒に、うん、取っちゃって、また結びます。うん、痛い時言ってください。痛い。痛い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 時言ってください。痛いです。言っても痛いです。はい、くるりんぱ攻めだ。うん。うん。はい。なんとなく。これなんかあれ、なんか上品な感じ、うん、短かったけど結構あのアップできた感じ。髪のここら辺まである髪の毛がアップにできました。おお、いいね。ちょっとこれはややこしかったね。ややこしかった、うん、あんまりおすすめではない難易度が高いって、うん、グリーンパンを5個もしたからね。次は簡単に、なみなみ、うん、それなんで耳の横からなんですか？ここ膨らんじゃうか、うん、頭がボリューミーです。ちなみにこのお店はいつからやられてるんですか？20年目ですね。はあ、長いですね。そうですね、結構。この美容室だけで食べれてるんですか？そうですね。おお、すごいですね。お客様がですね、ダンス習ったり、なんか発表会だったり、そういう時によく来てくれるので。ああ、そっか、そういうなんかステージ向けの髪型とか。そうです。結構派手な髪型もされるんですね。そうですね、うん、ダンスのアップとかですね、編み込みとか、うん、2段に巻いただけ。聖子ちゃんヘアが流行ってきました。ここの前の遅れ毛のところで外向きにこういう感じにすると、うん、突っ張ることが男みたいになっちゃったけど、スケバン系の、うん、これね、今入るね、スケバン系の、うん、
昭和アイドル系のね、うん、これは何もしなくていいかな。こういうの塗ってたらこれにヘアバンドつける？うん、してみ。できた。おー、こんな久しぶり晴れた。うん、かわいい。うん、えい、はい、終わりです。はい、編み込みをしてます。はい、編み込みできますか？裏ならできます。あ、自分でするとどっちかどっちかわかんない。自分でするとやっぱそのままやる感じで裏になりますね、うんうんうん。そうそう、この三つ編みをピッピッピッって引っ張って、あー、シュシュがね、シュシュがなかったかな。シュシュがあったらシュシュで結びたかったけどないから、ちょっと今日はこのリボンで、うん、かわいい。編み込み、ハーフアップ。サイドに編み込んで、ハーフアップできました。こんな感じです。はい。イエイ。じゃあ次はね、もうくるくるに巻いちゃいます。くるんくるん、巻き終わりました。おー、帽子が来た。レディーボーイかな、うん、ちょっと斜めがいいかな。うん。して、ちょっとチェックしますね。これでいいかな、チェック。オレンジ。こんな感じ。うん、うん、はい、できました。イエーイ、くるんくるん。はい、うん、次です。まだまだ終わらんと。最後最後最後、うん、最後です。じゃあもうちょっと最後は少しイメージ変えます。さっき巻いてるからも手ぐしでお団子します。ちょっと短めなのでお団子は2つに分けます。こんな感じ。ちょっとね、いつもと違ったイメージ。これどういう時にする髪型？かっこいい衣装着たりする。今度は横伸ばすかも。こんな感じだったらかわいいじゃん。うん、うん、普段しない髪型でーす。落ちてきた。落ちてきた。これ外して。外す？うん。で、イヤリングして。はい、完成。こんな感じでいっぱいスタイリングしてもらいました。先生に。ゆうこ先生に。また来てねー。年に1回。うん。2、3回？ 2、3回？年に2、3回お世話になってる美容室。今日は初めてする髪型ばかりでした。はい、こんな感じで今日はいろんなヘアアレンジを紹介してもらいました。ゆうこさんもよろしく。皆さんも真似してみてください。じゃあバイバーイ。バイバーイ。